はい、ひとつき満冊清水でーす。はい、安富さんと一緒にですね、こんなニュースふざけんなっていう話を今日はちょっとしたいと思うんですけども、はい、いや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 、昨日地震があったらしいんですよね、千葉県で。震度5。ね、まあそういうの大変で、これは大変だったなと。で、東京も結構揺れたらしいです。で、私はぐっすり寝てましたんで、全くわからなかったんですけども、だって午前4時47分やし、で、これでですね、どんなニュースなのか、まあこれがなぜとんでもニュースなのかというところです、ちょっと。いや、すごいとんでもニュースですよ。いや、これ本当で、ありえないニュースだから、皆さんこれを普通に受け入れちゃいけません、本当に。で、これなんでなのかっていうことをね、話をしていきたいと思うんですけど、どういうニュースかっていうとですね、千葉震度5弱、1週間ほど同規模地震注意をということで、まあこれ気象庁の発表をですね、記者会見を日テレさんが、流していてですね、まあ簡単に言うとこれは2011年3月11日の地震の余震なんだと。いうふうに、気象庁が発表していましてですね。うん、おいと。まず、そこはふざけんなって。まず、私はもうこのニュース見た時点で、はいって思ったんですけど。いつから。なんではいって思ったんですか？いや、だって、そんなに精密にさ、わかるわけないやろっていうふうに。いや、すごいね。それ、ピッとわかる人、そんなにいないんじゃないですかね。いやー、まあ、でも、普通に考えて、それは。そう、普通に考えてっていうさ。はい。いや、思うのは難しいじゃないですか。いや、いやまあそうなんです。今日はそれがなんで、いや、おかしいやろって思ったから。やっぱ一応あれから、複雑さを生きる読んでたから。いや、読んでたから、読んでたから、読んでたんやけど、いや、まず。読んでたから、やっぱり。できた。うん、これはもう。普通に考えておかしいと思いました。うん、複雑さを生きるを読んでる人は分かると思うんですけど。やっぱ読んでないと、これ、ピンと来ない。いや、来ない、来ない。でね、まずですね、地震予知ですね。こういう話がですね、はい、まあそのまんま日テレさんからですね、また日テレがやるあたりがもうわかりそう、よくできてるよね。よくできてますね。おー、勝利決まったろうって感じですね。はい。すごいよね。はい。今日も国民はこれによって騙されておりますっていう話をですね、すごいな、話をしていきたいと思いますので、チャンネル登録と、はいはいはい、いいね、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとこれは、この、登録しといた方がいいかもしれない。いや、もう本当に。ぜひよ。身の安全のために。はい、身の安全のために。いや、これまずですね、いろいろ突っ込みどころ満載なんですけど、まず地震というものを予知するためにはですよ。いや、膨大なまずその地球の地殻変動とかをですね、計算しきってですね、観測しきる必要があるわけじゃないですか。いや、それでもダメです。それでもダメか。それでもダメです。それでもダメ。その地震を予知するためには、はい、答えは一つです。はい、何ですか？神になる。神になる。まあ、そういうことでしょ、要するに。そうそうそう、神になるしかないですよ。おいや、だから、ラプラスの頭でも連れてくんのか、ほんまに。神って言ったって、その辺の神業とかの神じゃない。そうそうそう、もう、ほんと。全知全能の神になる。そう。そうじゃないと、これできないよね。無理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 。でも、気象庁はですね、これは、3月11日の、余震なんだってこう言い切ってるわけですよ。すごいですよね。ね。で、まあ、まあ、言い切ってるとか、一応可能性があるとかってぼやかしてますけど、じゃあなんでそれを言う必要があるのかっていうとですね、いろいろ私チェックしました。カチャカチャカチャと。はいはいはい、チェックしたところですね、日本にはですね、地震に揺らがない国にするっていうホームページがあるんですよ。いや、頭おかしいよ。その名も、揺れるから。ドメイン名はですね、地震 GOJP ということで、まあ GO なんで政府の、まあ、やつなんですけど、ここのね、計画と予算というところがありまして、ここをクリックするとですね、いつからこの予算がですね、出てるのかっていうこともわかるんですけども、はいはいはい、いや、この予算のね、金額の規模が、結構大きいんですよ。今までもう本当に何千億という単位でつぎ込まれていて。そうそう。多分ね、日本のね、文化系の研究のすべてを集めても少ないと思います。いやー、だからこれはね、なかなかすごい。うん。理系もかなり入れてもね、なかなかこのね、金額にはならないよね。うん、ならないですね。だから、家計費全部とか、一応ですね、私計算してみ、資料に基づいてみたんですけども、文部科学省だけで令和2年、地震調査研究、地震調査研究政府予算案ということで、はい、計上されているのが、令和2年度予算案で90億円くらいですね、大体。うん、
で、ただこれ、すごい高いとき、補正予算で何百億とついたりするときもあるんですよ。つくんですよ。で、しかも毎年やってんちゃうかな。いや、やってます、やってます。ずっとやってます。でね、他にもあるはずなんですよ、出口が。ね。いや。出入り口。でね、で、例えばちょっと科学研究費補助金の総額調べていただいていいですかね。科学研究費補助金？補助金。はい、総額調べます。科学研、科学研究費。科学研究費補助金の総額が2200億ぐらいですね。はい。2300億とか。はい。まあ、それに比べれば少ないか。まあ、ただ、これさっき私が言ったのはですね、文部科学省。そこだけなんですよね。文部科学省の分だけであって、これ国土交通省もゲットしてたんですね。そうなんですよ。だから、ね、いろんな出してるんです、あっちこっちから、ね。はい。いろんなところが出していて、結構ですね、複雑に絡み合ってる予算みたいで、結構な金額規模になるはずです。非常に分かりにくいんですけども。で、これ、一番笑ったのがね、この、まあ、香川大学さんがですね、論文を出してくれてるわけなんですよ。で、まあ、その論文を見るとですね、まあ、この、なんて人やったかな、北村？北村さんっていう人がね、やってるんですけど。北村正弘、はい、教育学部の先生だから、これは、言ってる政治学かなんかですね、きっとね。はい。教育学かな。日本の地震予知計画における科学と政治の関係というところで、うん、私これ一番ね、わかりやす、笑えたのがですね、朝日新聞の用意書記事がね、うん、非常に笑えてですね、そうですね。なんか、いっぱい出てますよ。いっぱいこのね、用意書記事がね、この書いてあるんですけども、ここ見るだけで、まあ、簡単に言うとですね、地震はね、1965年の記事ですよ、皆さん。1965年に、きちんと研究していけば、20、30年でね、あとはもう地震の予報を出せるようになるんだと、っていうふうにこう、言っててですね、うん、おいって、もう、もう、1965年から55年経ってる。お前、いつだったら予報できるんやと。まずその、そもそもこの予報はできたんかいっていうふうに、今回の余震すら予報してないやんけっていうね。うん、いやー、これすごいっすね。だからまあ本当にもうこれは私、文殊予算だと思いますね。うん、本当に。うん、まあ、要するにこれあれなんですよ。原発関係の、利権の一部なんだなって思いました。多分そこね、そこ明確にどの程度いけるかわかんないですけど、はい、時期的にもね、大体これ日本の原発が始まった、原子力発電が始まった時期にですね、はい、地震、まあでもそうですけど、地震がも、耐震が問題になるじゃないですか。うんうんうん、そうですね。うん、でそれどのぐらいまでしたらいいやっていうことで、その地震研究というので、うん、そう急に、はい、急に重要テーマになったんです、はい、で、その、で、それがその、このぐらいの地震があり得るから、うん、このサイトはこんだけの耐震をしておけば OK っていう太鼓判を、うんうん、押すようになったわけです、はい、でその太鼓判がですね、はい、めちゃめちゃすごい太鼓判なわけです。はあ、いっぱいお金が来るんですよ。はい。そのポーンってつくと。なるほど。で、はい、うるさいこと言ったら、大変なことになるわけです。大変なことになるんやん。うん。で、ここはこんな、ここら辺はその震度5で大丈夫みたいなこと言えばですね、はい、わーってそのお金がもらえるっていう、まあ、そういう仕組みになったんでしょうね。要するに、ここら辺は震度5だったら大丈夫っていうふうに、認定を出すと、お金がもらえるんですか。そうそうそう。多分そういうことが起きたのと出ないと考えられない、これは。うん、で、まあ、多分そういうその地震予知と、はい、その、なんていうの、原子力発電の建築っていうのがですね、やっぱり不可能なわけですよ、はい。うん。で、だって地震が来たらどうすんねんっていう、うん、まあ、それ不安がですね。うん、それに対して大丈夫大丈夫って日本政府は言い続けたわけです、ね、はい、で大丈夫な理由がいるじゃないですか。言いますね、うん、それを提供できるのは地震学者なわけです。なるほど、地震学者さん、はい、そうそう。で、地震学者さんが、いや危険や危険、日本中の地震学者がですよ、うんうん、いや危険危険、そんないつどこで起きるか分からへんねんから、ダメ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 って日本中の地震学者が声を合わせて叫んだらどうなります、うん、もうそれはもう地震原発なんかどこにも作れなくなってなりますよね。なるなるなる。だからそんなことだけ起きたら困るわけです。おうおうおう。なので地震学者たちがいろいろとこう配慮をしてくれるようにしない環境を作らないといけない。なるほど、ちゃんと忖度してくれる環境を作ると。そう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 、はい、栄養ですね。その時にですね、うん、そのちょろっとしたお金ではちょっと足りない。いや、そりゃそうだわ、足らんわ。
だからものすごいお金をつけないといけない、はい、魂を売るためにはね、やっぱり、うん、でその時に原発を、弁護するために、うん、地震学者にお金をいっぱいつけますとか言ったら無理じゃないですか。そうですね、さすがに無理でしょ、それ。そりゃ無理やわ。地震学者の口を封じるためにやっぱり年間100億ぐらいいるんです。国会で言えます？いや無理無理無理でしょ。正直すぎる。でそれが無理やから、いろいろへりくつを考えてるうちに、うん、この地震予知というネタが出てきたわけです。はい、でこれは地震予知はもう国民が大好きなんです。うん、日本国民が、はい、で地震予知ファンみたいな人がいっぱいいるわけです日本、うん、で大体ね、原発に反対してる人とかの中で、本当は地震兵器ができるんだみたいな。まあ、本当に。地震兵器ができると思ってる人は、地震予知も本当は可能なんだけど、利権があるから、地震なんとかで利権があってとか言って、うん、言ってる人もいるんですけど、はい、まあ、でも好きなんですよ、割と日本人は。うん、地震予知ね。うん、そう、地震予知のお金出しますったら、それはいるわなって、うん、それでその原発学者たち、地震学者たちが余計なこと言わない。はい、人々にするために地震予知という授業が始まったわけです、うん、いやちなみにですね、先ほど紹介した香川大学の人のね、引用している朝日新聞の記事によるとですね、さらに先ほど遡、先ほど1965年の記事を私言いましたけども、うん、さらに遡って1962年、うん、はい、58年前、はい、3月6日、地震予知へ第一歩、うん、観測資料を整備ということで、計画通りに実施されたのは、うん、5年後、ある程度の10年後には、かなりの地震予知に必要な観測資料が得られるようになる。この計画が今すぐスタートすれば、10年後にはいつ実用化されるのかについても、はっきり答えられようというのが結論。っていうふうな記事があったらしくてですね。それなんか審議会かなんかですね。いや、そうですね。いや、すごいですね。そうそう。一体何十年前の話なのって、未だにできてませんけどっていう。うん、だからね、この話をね、はい、その地震予知の枠内だけで理解しようとするのは無理なんですよ。うん、そうですよね。うん、どうしてもその原子力発電所を考えないとですね、はい、こんなことにこんな金をですね、無駄に注ぎ続けるっていうことを正当化することはやっぱり無理だと思うんですよ。いや、無理でしょう。ね、うん、いやー、これはね、で、しかもそれがね、うん、ペロッとさ、ニュースでちゃんと報道されていてですよ。うん、そうそう、ね。で、しかも日本テレビさんがですね、うん、ちゃんと、何の批判検証もなくですね、こうきちんと出しているっていうあたりですね。うん、そうそうそう。いや、もう本当に未だに生き残ってんだなっていう原発利権っていうのは。いや、もうすごいっすよね。うん、だから、まあ、これは原発で、まあ、だからもう地震予知利権っていう独立した利権としても確立してるんで。うん、そうですね、本当に。うん、もうここにぶら下がってる企業とかですね、精密機器の問題がいろんなのにぶら下がってて。はい。そこに多分いっぱい甘くなってるんやと思うんですよ。ああ、なるほどな。だからね、もうこれ自体がね、強固な利権構造を持ってるんやと思いますね。でなきゃさ、うん、東日本大自治体震災を大空振りしたんですよ。いや、だって全然予報できてんかったやん。そうそう、もう全然ここは大丈夫っていうところに入ったわけですよ。うん。なのに予算がですね、何百億もついてるんだ。もうおかしいやろ、本当に。東日本大震災を空振りしたから予算が増えたんですよ。もっとちゃんと、研究せなあかんっていうことですね。そうそうそう。もう60。狂ってるよね、狂ってるよね。普通、だからあんだけ大空振りしたら、もうこのプロジェクトはなし。お前ら失敗したからなしやってなるのに。その金で被災してる人に配ったらいいと思う、ね。いや、ほんま。いや。そうじゃなくて、その増えたんですよ、さ、うん。で、その理由はいくつかあって、その東日本大震災の余震を予知しないといけないっていう。本心をしてね、できなかったのに余震を。そうそう。それでその余震はもっとすごいのが来るっていうストーリーがにしないとね、うん、できたってそれで言ってましたよ。あ、つまりなんかこれはなんか実際あれはだから割と近海の方で起きてるじゃないですか。はい、そうですね。うん、本ちゃんはそのもっと日本海溝に近いところで起きて、うん、その時には もっとえぐい津波が来るんやはいストーリーで、はい、その時にその津波を事前にもう予知じゃないんですけど、これは、ねうん、津波を事前に察知するためにいっぱいこう部位を浮かべといて、うん、沖合にそれで響いてこないといかんないみたいな感じですごいお金つぎ込んだりしてるので、い
いやもう本当にこの失敗して空振りしたけども、あのだからちゃんとお金つぎ込むっていうところを、そうなんか国民にちゃんと説明しろよっていう、本当にまあ、それでどんどん、はい、そのすごいですよね、失敗すればするほどお金が増えるところってなかなかないじゃないですか。いやでも安富さん最近ありますよ、それが分かりやすいのが、アベノマスク、アベノマスク、あれは一部の企業は不良品を出せば出すほど、検品すればするほどですね、内閣政府からお金がもらえるっていう契約になっててですね、あすごいなと思っても、すごいですね、まあ、でもそれでも それをもう50年以上やってます、ね、そう50年老舗ですよ、老舗で、あの失敗すればするほど予算が続く、なんでモンジュの名前を出したかっていうと、モンジュもそれやったからね、そうモンジュはさすがに昨日に止められてしまって、そうもうあれは自信よっちゃもう永久に不滅ですよ、で占いみたいなもんやから、ま、日本人がアホである限り永久に不滅ですよこれも本当にさ、ヤフーニュースにはトップには乗るわ、日テレは流すわ、でもうちょっとそしたらみんなだからあの大騒ぎし始めるでしょね、いや政府はこんなことなんとかでいいのかみたいなことをみんな怒り出すから、うん、そう言われるとすごい助かるんですよ、うん、いや本当ね、いやどんなふうに助かりますかね政府は、だから分かりました、対策をしますね、予算をバーンつける、そう、いやありえない、ほんまだってさ、この吉信やって言ってる理由がさ、うん、あの一応あのなんかホームページ出てるのチラッと見たら、うん、吉信域っていうのはこう四角で囲ってあるんですね、長方形、うん、書いてあのそれは、気象庁の PDF ですよね、そうそう、はい、吉信域っていうことは四角で囲ってあるんですよ、うん、はい、そこで起きたからなんですよ、そう吉信域が長方形で囲えるとかってさ、気が狂ってるからいやほんまなんか気が狂ってるからあそこのさ分布にさ書いたら余震ですと、東日本大震災の、それだけじゃないと思いますけど、うん、それを、はい、検討をしてですね、検討を加え、うん、同じ断層がふんだらとぐどるってなのでとか言ってやるんでしょうけど、うん、その余震に行きっていうのがあらかじめ設定できてるっていう段階でさ狂ってますよ、いやだってさ、もう最初にちょっと話、全知全能じゃないとね、うん、あの地震を予知できないんだっていう話がですね、それすごい簡単に説明ができます、ね、はいどうぞ、例えばだからその例えばだから茶碗を、お宅の茶碗を用意しておきます、はい茶碗、はい用意する、それをですね上からぐーっと押さえるわけです、ぐーっと押さえる、はい、うん、でどっかでバリーンって割れますよ、うん、割れますね、はい、どこから割れるか当ててるいや結構大変やで、それどこから当てるか割れるか当ててくださいね、かなり大変ですよそれは、うん、当てらんないでしょ、うん、でそのものすごい微細な違いで、うん、その全体にかかってる力がどっか一番弱いところでパーンって出てくるんです、そうですね、うん、でどこが一番弱いか割れてみないと分かんないんですよ、そうですね当然、しかも一番かどうか分かんない、うん、力のかかり方が微妙に違うとまた違うところ割れるし、うんうん、だから全く同じ茶碗を並べても一個一個違うわけです、そうですね、だって微妙に違うから、微妙に違う、その微妙な違いで割れるとこ全く変わってきますか、割れ方とか、はい、茶碗でその茶碗でこの有様やからなで地震ってのは地球側のひび割れですからね、そうですね、近くってでかいじゃん、うん、どんな大きいものがですね事前にどこが割れるか分かるとかって、お前何もやねんお前何もやねんお前何もやねん多分ですねそれをやるためにはだってさ、やっぱ少なくとも地球の近くにかかってるエネルギーを全部リアルタイムで検索、まあ、いやそれでもダメですよ、だって今だってその茶碗の押し方をリアルタイムで検索できるじゃないですか、ああそうですね、うん、茶碗の押し方をリアルタイムで全部測ってもどこ割れるか分かんないです、であとはその強度もリアルタイムに分からないとダメなのか、強度だけでも分かんと思う、うん、でもそれをね、まあ、仮に強度とかかってる力がですね全部リアルタイムで計算できるとしましょう、不可能だけど、できないで、できないけど、でそれができてもダメだと、そうなんで、そのだから地殻って不均一でしょ、うん、だからそのどういう成分になってるかがものすごい効くわけですよ、はい、だからそれも全部観測ですよ、うん、でそれもだからその水が少しどのぐらい入ってるとかさ、はい、水分量とか全部調べても、はい、でも今度はだから大きな問題が出てくるのが、その例えば何十種類の物質を調べたりするじゃないですか、はい、
そうするとその何十種類の物質が組み合わさるときに何が起きるかを調べないといけないんです。そうです。ちょっと難しすぎる。はい。で、仮にもしそんなですね、スーパーコンピューターでも無理だと思うんだけども、もし出来上がったらですね、人類はもっと別のことやってると思います。いや、もうそんだけの計算能力があるんやったら、うん、あのほぼですね、あのエネルギーゼロで、うん、経済活動できると思います。そうですね、本当に。あのエネルギーいらない。いやだからもう地震研究って言ってるけど、もしこれ本当にできるようになったらですね、もう別のことにも、その時はもうだから人類はもう違う高度の生物に進化してる。そうしてるよ本当に。あの地球幼年期が終わりみたいな、うん、宇宙に飛び出し、精神だけ宇宙に飛び出していったりとか、そういうレベル。そういうレベルだよねこれ。そういうレベル、そういうレベル。どうしたら地震の予兆ができるかっていう。そういうのもう神になってますよ。いやもう、それ地震気にしないよねっていう、もうそう。そう、宇宙に身体なく精神だけが飛び出していくれるんです。アーサー・クラークの古代妄想を匹敵しますよ。いやなんで、まあ、今回ね、それ科学的な話もそうなんですけども、うん、いや、こういうね、利権にまみれてる、ね、うん、研究を批判もせずに、ペロッとニュースで流しよるんですよ。テレビ局っていうのは。一部やから。一部やから。ね。で、そういう。あ、原発始めたらもそうってますね。本当に。日テレはそれやるでしょ。日テレはそれやるよね。だから、朝日新聞だってそんなね、別にテレビとライバルやけど、提灯記事流しまくってね、うん、当時ね。いや、だからこれは本当にわかりやすいなと。うん、ね。歴史さえ知っていればわかりやすいんだけども、このニュースを点だけで見た人は、へえ、東日本大震災のものなんだっていうふうにね、誤解しちゃうと思うんですけども、ね、やっぱそういうのがね、もう多分無数にあるんです。我々がチェックできないぐらい。で、それによって常識っていうのが作られて、我々の税金がね、知らん間にこういうところで使われるわけですよ。うん、そうそう。で、これ国民の総意とか言ってね、生活保護をねじったりできるとかいう、わけのわからん判決が出るし、ね。それは別のニュースでありましたね、本当に。この地震予知だってこれ国民の総意で支えられてるんです。そう。国民の総意でこんなもん多分 99% ぐらいの人に聞いて、地震予知をやめた方がいいと思いますかって聞いたら、うん、やめることはないんちゃうってみんな言っちゃいますかね。いやー。私はもう即断にやめるべきだと思います。いや、俺もそう、もう無理無理。ほんと。もう地震学者、地震の研究しろよっていう。うん。そう、地震予知とか研究するんじゃねえよ。本当に。それ研究じゃないからって。ほんまに。いや、これさ、本当に日テレがやることも含めてさ、予算が未だについてることも含めて、すごいです。ね、完全に原発利権で。で、しかもそれ地震のためにさ、はい、説明が出るでしょ、地震の。うん。こうエネルギーが溜まっていって、ある程度こういうとバーンって起きるんですとか言って。うん、嘘つけって。まあ、もっと巨大な現象の一部やから、うん、まあ、そのエネルギーがある場所に切ったまっていってですね、ポシュンで出るとかそんなんちゃう、うん、太平洋プレートとかアジアプレートがこうぐわーって太平洋プレートがアジアプレートの下に沈んでいてフィリピンプレートが来てて、うん、でちょっと地球的ダイナミックスのですね、そう、表現の一部ですから、うん、そんなここにエネルギーがこう溜まったところからピチョンと出るんですとか言って、そんなも違いますから、うん、違う違う、本当にそんな単純にはできてない、本当。そんなもんって日本列島なんかないから。日本列島があるということと地震があるということはイコールです、ね、はい、日本列島というものはその巨大なプレート現象の中で形成されてきた、その日本列島の存在の一部ですよ。うん、そうです、そうです、本当に。だから私たちの体が脈打ってるんですよ、うん、日本列島がある以上は、そのだから地震が起きるんです、うん、だから地震があるからこれがあんねん。うん、いや、本当その通り。なあ、ほなね。ほんま、だからこういう話をさ、もう笑いながらでも言っとかんと、頭おかしくなるよね、ほんま。またこれはすごいっすよ、ほんま。ねえ、これを真剣にね。これにね、どれだけ多くの地震学者がね、うん、巻き込まれてるかと思うとね、うん、涙が出ますね。彼らだって別にそんなことしたくて地震学者になったらちゃうと思うの、うん、いや、ほんとそう思いますよ、うん、でもその生活がそこで支えられてしまったらしょうがないじゃん。しょうがないね、本当に、うん、だから日本だけ予知学会ってのがあるんですよ、日本だけ、うん、日本は地震予知の最先進国です。日本しかないやん、真面目にやってるところ。いや、もう真面目にやるべきことじゃないからね、それは。そうですよ、狂ってるから、うん、無理だから、それ。
ね、いやもう本当にね、地震に揺らがない国にする地震本部っていうホームページがね、のタイトルがもう本当笑える。意味わからん。本当に。それの方法は簡単でね。うん。散らばって済むしかないです。うん、まあそうですね。うん。散らばって済む。うん。東京か。火使わない。火使わない。火使わない。いやまあ。そんな巨大なエネルギーとか使っちゃダメですよ。うん、こんなややこしい島の上でね、うん、なんか巨大なエネルギーを、火力発電所でも私は結構問題があると思ってるので、うんうんうん、こんな恐ろしい島の上でさ、うん、そんな大量のガソリンとかガンガン耐えていいんかみたいな気がするぐらいだけど、うん、でもその、まあ、原発発電ってマシやね。冗談じゃないか、うん、冗談じゃないの、ね、本当に。いやー、まあそんなわけで、このニュースはですね、本来、ある程度のニュースの歴史を知ってる人と、ちょっとその、まあ科学、に対する意識があればですね、いや、なんじゃこれって笑わなあかんやつなんですよっていうことをですね、まあちょっと今日は。でも割と多くの人は、科学者とかも反対してないじゃないですかね。いや、してないと思いますよ。だって、大っぴらに、地震予知がクソやって言ってる人ってロバート・ゲラーさんぐらいしか知らないんですよ、科学者でね、うん、だけど本当どれだけ複雑な計算ができると信じてるんだろうね。本当いや気狂ってますよ、うん、そんなもんができるぐらいだったら、まあ、私も株式市場でもう大金持ちになる。いや本当そうだよね。これが地震予知の研究する前ってその研究した方がいいと思う。いや本当に株価の上昇とか下降をそうあれを予測する方がはるかに簡単。いや本当絶対そっちの方が簡単だよ。そのシステムをさ国を挙げて研究してアメリカの投資市場とか中国の投資市場に日本国が進出したらもう遊んで暮らします。ほんまそうよね。これが計算そっちの方がはるかに簡単。不可能だけど。そう不可能だけどはるかに簡単。そう、それは多分ですね、いつかもしかしたらできるかもしれないですよね。いや、それ無理ですよ。多分無理か。無理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 だけど、これに比べれば簡単。そうやね。まあそんなわけで、ね、なんでこんな、その嘘がね、まかり通るんだろうっていうと、やっぱりね、多くの人は、うん、計画すれば制御できるって信じてるんですよ。そうね。ちゃんと調べたら分かると思ってるよね、うん。で、そうじゃないんだよっていうことを安富さんとこの複雑さを生きるという本でですね、いろいろご紹介して、うん、まあ、で、残念ながらですね、岩波書店が廃刊に、まあ、絶版にしてしまったので、私が版権を買い取って、うん、今、ただいま、復刊中でございます。ただいま注文殺到中。はい。はい、そうなんですか。おかげさまで注文殺到中、もう在庫ありません。すごい。で、もう今日注文かけました。注文っていうのは、はい、印刷会社にですね、はいはいはい、頼むっていうふうに、増刷頼むっていうふうに言って、で、早ければね、もう、3週間くらい。意外に早かった。はい、意外に早かった。7月中には少なくとも印刷が完了すると。はい、はい。まあ、私がですね、急いでくれなかったら別の印刷会社にするっていうふうに言ったらそうなりました。はい。で、まあ、なので、在庫、まあ、でもまだちょっと残ってるんで、今すぐ注文していただいたら、もしかしたらすぐお届けできるかもしれないんですけども、はい、もし在庫が切れたとしても、7月末から8月上旬、お盆明け、はい、お盆前ぐらいにはお届けできると思いますので、3万3000円で。で、ただこれ7月1日から値上げいたしますので、もうちょっと、今ね、迷ってる人がいたら、ぜひ今のうちに買ってほしいなと。いうふうに思います。まあ、この本、はい、本だけじゃなくてね、10時間の、解説動画付きなので、私がな、このニュースに関して、いや、これおかしいやろっていうふうに思えたのも、安富さんの本を読んでいたからっていうのが大きいと思います。はい。いや、どうもありがとうございます。ほんまやばいニュースやな、これ。いや、これ、わかりやすい日ほんまに、日テレがやってるあたり。ほんまやばいニュースや。もう、これほんまやばいから、ほんまに。いやこれで、ね、小池百合子が堂々とこうとか言うてるんじゃなくて、ね、黒川検事長が捕まってないか、河井さんが、ね、元法務大臣の河井さんがどうのとかってね、もういろいろ揉めてる横で、もうこういうのはもうシステムはさらっと動いてるわけですよ、ほっと。なめんなよって話は、ほんまに。すごいな。はい。まあ、そんな感じでですね、ニュースを切っていったり、はい、読書の楽しさを伝えていったりする番組ですので、チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いいたします。安富さん、本日もありがとうございました。皆さんも本当見ていただいてありがとうございます。はい、いや、感想欲しいな。コメント書いてください。うん、人
ひとつき万冊清水です、今日も見てくれてありがとうございました。ひとつき万冊は皆さんのカンパによって成り立っているチャンネルです。カンパ以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、複雑さを生きるという本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続け